山本周五郎作、日本不動機より、風鈴、一。妹たちが来たとき、弥生はちょうど一人だった。夫の三右衛門はまだお城から下がらないし、与一郎も稽古所から帰っていなかった。二人を自分の部屋へ導いた弥生は、縫いかけていたものを片付け、 縁側に面した障子を開けた。妹たちがきっと庭を見るだろうと思ったので。けれども妹たちは何やらウキウキしていて、姉の心遣いなどまるで目にいらぬ様子だった。今日はお姉さまにごム本をおすすめしに参りました。そう言いながら部屋へ入ってきた小松は、 そのままつかつかと西側の小窓のそばへ行き、明かり障子を開けて、空、私の勝ちですよ、と、後ろから来る鶴に振り返った。この通り、風鈴はちゃんとここにかかってございます。まあ、本当ね、呆れたこと。鶴は中の姉の背いかぶさるようにした。私も、 とうにないものとばかり思っていました。それでは何もかも元のままですのね。何を感心しておいでなの弥生は二人の席を設けながら聞いた。その風鈴がどうしたんですか鶴さんと賭けをしたんですの。風鈴がまだここに釣ってあるかどうかって。おかげでわたくし、青貝のくしを一枚損いたしました。 悔しいことと言いながら、鶴はつと手を伸ばし、ひさしにつってある聖堂の小がな風鈴を外して、そのまま窓が町に腰をかけた。小松は妹の手からすぐにその風鈴を取り上げ、何のつもりもなく両手で持て遊びながら、ここへ来る途中からの続きらしい妹との会話を続けた。そうなのよ。 なももかも昔通りなの。<laughs> このお部屋にある箪笥もおきょうだいもお机もおふばこもお日よけも昔のままのものが昔のままの場所にきちんと据えられて一寸も動かされないそういう感じなんです。いったいお姉様はそういうご将分なのねそれともう一つそう思うのだけれどもこのおうちには色彩というものが少ないのよ。 武家だからという以上に、私たちの髪形にしろ、衣装にしろ、お部屋の調度にしろ、みんな地味なものくすんだものばかりで、娘らしい華やかさ、目を楽しませるような彩りは、まるでなかったのですもの。それはつまり、若さがなかったことなのよ。小松は風鈴をリリリリッと鳴らしながらそう言った。 私がそう気づいたのは、もきへとついで、あちらの妹たちの日常を見てからだけれど、世間の娘たちがどういう暮らしぶりをしているかということを知って、驚くことが少なくありませんでしたよ。それは、桃木様とこの家ではおふちが違いますもの。ねえ、お姉様、ま。そうではないの。小松は打ち消すように遮った。 私贅沢や賀賀を言うのではないのよ。一生のうちの娘時代というもの、その年頃だけに許される若さを言うんです。そしてこれはなかなか大切なことなんです。なぜかというと、ももきへかしてからの生活で、お部屋の飾り方とか、お道具の整えようとか、また妹たちの衣装や髪飾りの世話をするのに、ずいぶん戸惑いをすることがありました。 そしてこれは私たちが娘時代の若さというものを味わわずにしまったからだと思い当たることが多かったのですからああそれであなたは今その若さを取り返していらっしゃるのね鶴はからかい気味に笑いながら言ったお暮らしぶりが大層お派手だとご評判でございますわ。 そんな人のことを言ってよろしいの秋沢様のご家族こそ派手な評判では引けを取らないはずなのに。わたくしみんな知っていてよ。弥生は茶の支度をしながら妹たちの情絶を聞いていた。はじめは微笑していたが、次第にその微笑がこわばり、唇の歪んでくるのが自分でもよくわかった。そして、 それ以上は黙って聞いているのに耐えられなくなり、二人の間へさりげなく言葉を差し挟んだ。一体、御用というのはなに？二人とも肝心な話を先におっしゃいな。ああ、そのことね。小松は持っていた風鈴をそばにある洋ンスの上に乗せ、姉のそばへ来て座りながら言った。それはね、お姉様、ま。 お城でもうつ日すると朝陽のご祝儀がございましょう。それが済んだら私たち三人でちおのいでゆえ保養に行きたいと思いますの。そのお誘いに上がったのですけれど。ちおへ保養に私がこれまでのご恩返しにえ姉様と私とでご招待よ。鶴はずかずかと言った。 何にもご心配なさらないでお姉さまはお体だけいらしてくださればいいのねたまにはごホンも遊ばせようダメですよ何をのんきなことをおっしゃるのあなたたちは弥生はできるだけ調子を和らげながら答えた考えてごらんなさいな私が家を空けてあとをどうするの 旦那様にお水事をしていただけとでも言うんですか。それは私の家から貨ひをお貸ししますわ。気端のよく聞くよく働く貨ひがいますの。それを留守の間こちらへ起こしますから。ねえお姉様、ま、それならよろしいでしょう。鶴はそう言って甘えるようにすり寄った。二。弥生は 妹たちに茶をすすめておいて、一度片づけた縫い物を膝の上に取り上げた。その様子で、どうしてもだめだと察した鶴は、すっかり落胆して、もう時刻だから、とそこそこに帰っていった。小松はもう少し邪魔をすると言って残った。その口ぶりで、まだ何か話そうとしているなと思い、弥生は抑えられるように心が重くなった。 小松はしばらく姉の手元を見守っていたがふと詠嘆、えー、するような調子でこう言い出した「こうやってお姉さまがこれまで縫っていらした針の跡をつないでみたら一体どれほどの長さになることかしら」「日よけに火も耐えて木枯らしの吹き荒れる夜半やじっとしていても汗のにじむような夏の昼下がりにもお姉さまはそうやって」 たくさんのもののもをっってくだすったのね。そして今ではお兄様や余一郎さんのものをそうして縫っていらっしゃるそればかりではないわお洗濯やお水事にどれだけの水をお使いになったでしょうかまどや日よけでどれだけのまき休みをおたきになったかしらそしてこれからもどれほどの水を流しどれほどのまき休みをおたきになることでしょう そうしてお姉さまはやがて小さなおばあさまになっておしまいなさるのね。小松はそう言いながら避難するようにかぶりを振った。お姉様、ま、こんなにして一生終わっていいのでしょうか。いつまでも果てしのない縫いはりやお炊事やわずらわしい火事に追われ通してこれで生きがいがあるのでしょうか。弥生は、 う手を休めてびっくりしたように妹の顔を見た妹の方には血が上っていた三人の中で一番器量よしと言われた少し剣のある顔立ちが感情の高ぶっているために美しくさえうの目には何やら溢れるような光がたたえられていた生活をお変えにならなければ小松は 湿ったたような声で続けた下男や下費にできることは下男や下費におさせなさるがよろしいわ。そしてお姉さまご自身もっと生きがいのある生活をなさらなくてはもっと喜びのある充実した生きようをなさらなくてはねそうお思いになりませんかあなたはこの花代の家で下男や下費が使えると思いますか それはお兄様のお考え一つですわ。小松は遠慮を捨てた口ぶりで言った。前からもきがご推挙している奉行役所へお代わりになれば、そしてお兄様ほどご聖勤なさるなら、歌詞の二人や三人大きなさるくらいのご出頭は、そう難しいことではないと思います。もきもそれは間違いないと申しておりますし、秋沢様でも 後ろ盾になろうとおっしゃっておいでですわ。お姉様、ま、道はすぐ前に開けていますのよ。手を伸ばしておつかみになればいいのですわ。それはそうかもしれないけれど。弥生はためらい気味な言い訳をするような調子でこう言った。課題は今のお役が賞に合っているからとお断り申したのでしょう。それに 女の口からお役目のことなど家はしませんからねそういうお姉様のお考えも今のお役が賞に合っているというお兄様のお考えも沈んだように動きのないこの家の生活から来るのではないでしょうか小松は片手で部屋の中をぐるっと撫でるようなしぐさをした「こういうお暮らしぶりからまずお買いになるのよお姉様 時々はお部屋の模様を変えてごらんなさいますし、お花を生けるとか、お道具の位置を移すとか、ふすまを張り替えるとか、お姉さまもたまにはお召し物をたがえたり、お化粧なすったりしなければ、そうすれば家の中も生き生きとなるし、自然気持ちも動いてきますわ。お姉さまのお考えも、お兄様も、え ともう少しは出世のお欲が出てくると思います。こういう言葉を恥ずかしめでないと否定するためには、姉妹の近しさとか、親しいいたわりという感情につかまらなくてはならなかった。小松が帰って行った後、縫い物を膝の上に置いたまま、弥生はやや久しい間、猛然と時を過ごした。 開けてある障子の向こうに狭い庭が見える。午後のもう傾きかけた日差しの中に、ススキの穂が銀色に浮き出ている。萩のたおやかな枝も盛りの花で、そのあたり一面雪を散らしたようだ。庭とは名ばかりの狭い何の結構もないものだが、ススキが育ち、萩の咲くこの季節だけは美しくなる。 秋の風情があふれるようで、いつまで眺めても飽きることがない。妹たちも、この家にいる自分は、佐賀の写しなどと言って、自慢の一つにしていた。さっき二人が入ってきたとき、障子を開けたのは、彼女たちが前のように喜びの声を上げてくれると思ったからだ。しかし二人とも見向きもしなかった。 たとえ見たにしても、あの頃のような喜びは感じなかったに違いない。のどかな秋の日差しの中の、すすきや萩の節枝を見て、わびしい思いを楽しむような気持ちは、もう妹たちにはなくなっているのだ。弥生はそう思いながら、やるせないほど孤独な寂しさに襲われるのだった。どうしたのだ 突然後ろでそういう声がした「具合でも悪いのか」「ああ」と弥生は身震いをしながら振り返った夫の三右衛門がそこに立っていた「お帰り遊ばせ」「弥生はうろたえて赤くなったつい考え事をしておりまして」「しどろもどろに言いながら今の方へ行く夫の後を追った」 明くる日部屋の掃除をしている時溶断巣の上に風鈴のあるのを見つけた妹たちがひさしから外してそこへ置き忘れたのである弥生は手に取ってしばらく見ていたがやがてそれをタンスの子引き出しの中へしまい気抜けのした人のようにそこへ座って一人シ と考え込んでしまったその時から弥生は物思う日が多くなり過ぎ去った二十九年という年月を幾度も思い返した父が世を去った時弥生は十五小松は十一鶴は九歳だったそれより数年前に母も亡くなっていたので何もかもいっぺんに弥生の方へかかってきた 火星のことや二人の妹の世話は言うまでもない。武家の習いで後継ぎがなければ加盟が絶えるから、同じ家中で松田弥兵というものの次男を養子に決めた。もちろん酒月だけで祝言を挙げたのは三年の後のことだったが、こういう身の上の変化を受け止めるには、弥生の年はまだあまりに若すぎた。母方のおじが、 後ろ身になってくれたけれど、弥生はできる限り一人でやっていく覚悟をし、自分は今から大人になるのだ。そう自分に誓って、ともかく課題の家を背負って立ったのだった。生活は苦しかった。淵は十あ余りだったが、まだ相続者が役についていないので、実際に下がるものは約その半分に過ぎない。 もともと切り詰めた経済でようやくしのいできた状態だったから、衣類や調度は無論、日用のものもすべて不足がちだった。いっぺんの塩魚を買うにも、いや、味噌や醤油を買うにさえ、金袋の中を何度も数え直さなければならないような生活。それを弥生は、15歳の知恵で切り回していったのである。 夫を迎えてからも暮らしは依然として楽にならなかった三右衛門はあまり口をきかない温厚な人で家代江婿に入る少し前から勘定所へ勤めていたそれで縁も十五国余りに下放されたが役目が上納係といって農民と直接に交渉を持つ部署であり所管の里村を見回ることが多いので 自然、こまごました出費がかさむため、家計はむしろ苦しくなったくらいである。こうした日常の中で、何より心を痛めたのは、妹たちのことだった。ふた親のない貧しい生活で、卑屈になったり、陰気な性質になったりしないように、できるだけ明るく、のびのびと育てたい。世間へ出て笑われないほどには、 読み書きや作法も身につけてやりたい。若い弥生にとっては、その一つ一つが困難な、どっちかというと無理なことであった。しかしそれを困難だとか無理だなどと考えることは許されなかった。どんなにつらくとも、それを克服してゆかなくてはならなかったのである。小松は十八歳の時、 望まれて桃木家へ化した。桃木は250国の寄り合い組であるが、夫の幸恵はすでに洋人格で、春菜という評判の高い人物だった。器量で望まれたのと身分の違うのが不安だったけれども、頭の里い小松はよく根家の風になれ、案外なくらい良縁として収まった。それから3年経って、 鶴も結婚した。これは桃木の賠尺で、相手は秋沢次之助と言い,い、古生組の定跡で三百石の家柄だった。こうして二人の妹を恵まれた結婚生活に送り出したとき、弥生は自分の努力の無駄でなかったことを知り、それだけでも十分に報われたように思った。無経験な、 若い自分の思案と乏しい家計でともかくもここまでこぎつけることができた。亡き父や母も多分満足してくださるだろう。そして妹たちもいつかは姉の苦労がどのようなものだったかということを知って感謝してくれる時があるに違いない。そう信じてきたのであった。妹たちは少しずつ 性質が変わっていった。環境が違ったのだから不思議はないのだろうが、課題の家へ来るたびに、この家の貧しさを厭う様子が強くなり、時にはこのような貧しい実家を持つことを恥じるような口ぶりさえ見せるようになった。弥生はそれを怒ってはならないと思った。妹たちがそういう考え方をするのは、 現在の生活が豊かに恵まれている証拠である。この家の明け暮れを懐かしがるようでは、それこそ不幸せなのだ。そう思って穏やかに聞き流していた。けれど妹たちには、そういう姉の態度が、かえって物足りないようだった。義兄の三右衛門が、いつまでも勘定所勤めなどをしていては、 根家との親類付き合いに肩身が狭い、もっと覇気を出すように進めたらどうか、そんなことも言い出した。そして、つい先ろには、小松の夫の桃木幸恵から、奉行所へ推挙するから、薬害をする気はないかという相談があった。続いて鶴の根家からも同じような話を持ってきたが、三江門は、 現在のお役には慣れてもいるし、自分の性にも合うから、と言って、両方とも断ってしまった。これらのことを思い返すたびに、弥生は自分の越し方が徒労であり、これから先も徒労であるような気がし始めた。鶴と一緒に来た日、小松は自分たちには娘時代というものがなかった。 とという意味のことを口にした弥生にとってこれほど痛い悲しい言葉はない妹たちもいつかは自分の苦労を知って感謝してくれる時があるだろうそう信じていたのに全く反対な非難を浴びせられたに等しい弥生は怒りを抑えるために身が震えたそれでは自分のしてきたことは無意味だったのか あれだけの努力は妹たちにとって何の価値でもなかったのか。そしてお姉さまは歳をとってやがて小さなおばあさまになってしまうのね。小松はそう言った。ああ、と弥生は今うめくようにため息をつく。こうして苦しい日を送り、苦しい日を迎えて自分の一生が経ってしまう。 本当にこれでいいのだろうか。これで生きがいがあるのだろうか。そう思っては暗い絶望的な気持ちに襲われるのだった。四。すすきの穂は悲しくほうけ、萩の花は散り尽くした。朝な夕名はひどくいてて、水仕事をした後、 手指の赤く腫れる季節となった。弥生はその頃から家の中の道具をあれこれと少しずつ動かしてみた。タンスを脇の方へ移したり、兄弟と机と置き換えたり、常には使わないついたて屏風を出してみたり、ちょっと地層のある時は客膳を用いたりした。そうすると確かに家の中が新しく見え、 気持ちもちうくように思えるまるでよその家へ行ったようですね。九歳になるよいち一郎はそんなことを言って珍しそうに部屋の中を見て回ったりした。それから弥生はしばしば着物や帯を取り替えてきた。随分思い切ってごく薄く化粧もし始めた。そういうことに遠ざかって久しかったから。 皮膚もなずまないし、なかなか手順がうまくいかなかった。いくたびやり直しても気に入らず、しまいには拭き取ってしまうことも多かったが、おしろいや紅や紅油などのにおやかな香りに包まれていると、何やら若い間、ウキウキするような気持ちになり、思わず時の経つのを忘れることもあった。三右衛門は格別何も言わなかった。 弥生が今日は美しく化粧ができたと思ったとき、一度だけ微笑しながらつくづくと見てくれた。いいな。化粧というものは男が衣服袴を正すのと同じで気持ちをしゃんとさせるものだそうだ。これからもそのくらいの化粧はするほうがいいだろう。そのとき弥生は恥ずかしいほど満たされた気持ちで。 夫の前を立ってくると、しばらく鏡を覗いていた。しかし、これらのことは、長くは続かなかった。道具のありどころも、たびたび変えるわけにはいかないし、変えてみても、いつもそう新しい気持ちにはなれない。つましい経済では、おしろいや紅はかなり贅沢に尽くし、時間の惜しいときの方が多いので、 自然手軽に済ませておくようになる。こうして、タンスも兄弟も机も、いつかしら元の場所に収められるのを見て、三右衛門は何やらほっとした口ぶりでこう言った。部屋の模様替えも気分が変わっていいが、やっぱり道具にはそれぞれ据えろがあるものだな。私にはこの方が落ち着いてよい。 目先の変わるのはその時だけのことだし、なんとなくざわざわしくていけない。少しは住み心地もおよろしかろうと思ったものですから、過剰左半は平凡なほど良いものだ。あまりそんなことに頭を疲らせないがいい。試みたことは、つまるところ何者ももたらしてはくれなかった。冷える朝のクリアで、 水を使いながら、またひょうひょうと風の渡る夜半、凍える指先を温め温め縫い物をしながら、弥生は再び生きがいということを思い始めた。これが自分の生活なのだろうか、こうして自分の生涯は立っていってしまうのだ。同じ着物を縫ったり解いたりしながら、物見うさんもせず、 微味に開くことなく、ひたすら夫に仕え、子を育て、その月その年の乏しい家計をいかに繰り回すかということで、身も心も疲らせて、やがて虚しく追いしぼんでしまう。これでいいのだろうか。弥生はぞっとするような気持ちでそうつぶやく。こういうしはてのない困難の克服に、 何か意味があるだろうか。もっと本当に生きがいのある生活が他にあるのではないかしらん。そして窓しのように、いつか小松の言った言葉が頭に浮かんでくるのだった。これまでに縫い繕いをしてきた針の跡をつないだら、どれほどの長さになるだろう。おそらくそれは想像を絶する長さに違いない。 しかもそこからは何物も,も残らなかった。炊事や洗濯に使い捨てた水。かまどや火おけで炊いた薪や炭。それらの量も多分驚くべき傘に違いない。そしてこれまたそこからは何一つとして残るものはないのだ。しかもそういう苦労をしのいで育てた妹たちから避難の声を聞くとすれば、 一体何のための苦労かと疑いたくなるのは無理もあるまい。弥生は初めて本当に突き詰めて考え抜かなければならぬことに行き当たったと思った。あらゆる人間がその問題について考えるとき必ずそう思うように。このごろなんだか沈んでいるようではないか夫があるよ、そう問いかけた。 体の具合でも悪いのではないか。はあ。さようなことはございません。そう言おうとしたが、にわかに感情が高ぶって、口がきけず、そのまま黙って目を伏せた。どこか具合が悪いのか三右衛門はいぶかしげにこちらを見た。もしそうなら、無理をしてはいけない。医者に見せるとか。 薬を飲むとかしなければ。別に体が悪いわけではございませんけれど何ですか気分が重うございまして訳もなしに気分の重いということもなかろう一度医者に診てもらったらどうだはい弥生はふと顔を上げたいっそ夫にすべてを話してみようか 夫には夫の意見があるだろうし、それを聞けば、あるいはこの悩みも解けるかもしれない。話すならこの機会だ。そう思って口まででかかったが、やっぱり言葉には出せなかった。夫は男である。こういう女の苦しみは話してもわかってくれないであろう。悲しくそう諦めて、さりげなく、 その場を取り繕って済ませてしまった。五。霜月に入ると、北国の野山はもう雪に覆われる。昼のうち日が照って、昨日の雪が消えたと思うと、明くる朝はまたちらちらと粉雪になり、暮れ方には五寸も積もる。そういうことを繰り返すうちに、 やがて三四日も降り続いて、寝雪となる日が来るのだ。その年は珍しく寝雪が遅く、月の半ばを過ぎても、まだ土の見えるところが多かった。まるで季節が帰りでもしたような、ある晴れた暖かい日の午後、小松が貨幣に包み物を持たせて、久方ぶりに訪ねてきた。あの時やめた土地をえ。 ようやく行ってまいりました小松は健康に満ちあふれるような顔にいたずらめいた笑いを見せながらそう言った「やっぱり鶴さんと誘い合わせましてねもう雪でしたけれど帰って客が少なくてようございました山鳥を飽きるほど食べましてねそしてのびのびと解放された4日間の楽しかったこと」 美しい谷川に望んだ宿の眺め気ままに浸る温泉の快い余音に包まれる寝心地など絵に描いて見せるように巧みに話し続けたでも鶴さんにはびっくりさせられました夕げには与び人もお酒をあがるのですものねいつも秋沢様のお相手をするので癖になったのですってあなたもあがったんですか ほんのおしょうばんくらいでしたけれど。小松はもう一度いたずらめいた笑い方をした。でもなんだか姫ごとのようで楽しいものですのね。お姉さまもこの次にはぜひいらっしゃらなければ。悪い方たちね。そう言いながらもし自分にもそんなことができたらどんなに楽しかろう。疲れた心や体が どんなに休まるだろうと思いそれが不可能だと分かりきっているだけに弥生の気持ちは耐えられぬほどの寂しさに落ち込むのだった今日は時刻を限られていますから小松は間もなく座り直し貨ひに持たせてきた包みを引き寄せた山鳥を持って参りましたのお小遣いが少のうございましたからほんの形だけのお土産よ そう言って、包みを時きにかかった。その時、門口に人の訪れる声がした。出て行ってみると、勘定奉行の岡田昌平という老人だった。おいでかと、いつもの入話の調子で聞いた。夫はば番で家にいる日だったが、昼をするとすぐ川の方を歩いてくると言って、与一郎を連れて出かけた後だった。 それでは間もなく帰るな。老人はちょっと考える様子だったが、やっぱり待たせてもらおうか。そう言って気軽に奥へ通った。部屋へ戻ると小松は帰り自宅をしていた。お客様はどなたお役所の岡田様よ。そう答えながら弥生は茶の用意をした。小松は、 岡田と聞いて「ああ」という表情をした「やっぱりいらしたわね」「やっぱりってあなた何か知っておいでなの?」「あの話ですわきっと」小松はそっと声を潜めたいつかのお役替えのことお兄様はお腰が重いから先日桃木がじかに岡田様に会ってご相談したのですって」 きっとそれでいいらしたに違いありませんわ。ねえお姉さま、今度こそお兄様に一奮発していただくのねそして課題の運の開けるようにしなければね小松を送り出したあと茶を運んでいくと岡田老人は火よけへ手をかざしながら一冊の写本を開いて見ていたそこの机の上から取ったのだろう 妙法寺記という大船で、半年ほど前に夫がごぼ大寺から借りてきて筆者しているものだった。夫の写した方の大船には、小という字がついている。多分原本から何か小録しているのであろう。写し終えて閉じたものがもう六冊余りもあるはずだ。老人は何か勘に耐えぬ様子で。 しきりにページをくっては、ぶつぶつ独り言をつぶやいていた。ほどなく、三右衛門が余一郎を連れて帰ってきた。弥生が茶を入れ替えに行くと、二人はその写本のことを話していた。さようです。夫はそこへ、筆者した書冊を取り出しながら説明した。はじめ、御書庫の中で、 分類本庁年代記というものを拝見しまして、基金の下りのあまりに多いことから思いつき、それに類する書物を探しまして、詳しい年表を作ってみようと始めたものでございます。何しろふと思いつきましたことで、準備も何もなし、また私一人の力では、そう手広く参考書を集めることもできませんので、まず下調べ程度のものが作れたらと考えております。 しかし、そこもとの多忙な体で、どうしてこんな難しいことを始める気になったのだ。それは、この表に一例を書いてみましたが、三右衛門はそう言って、別の書冊を開いた。このように、年次表に書き上げますと、飢饉の来る年に、およそ周期があるのです。 この表はもちろん不完全極まるものですが、共作があって一年目に、基金の続くことが最も多く、次には五年内し六年目に来る例が非常に多い。この年次表がもっと完成して、周期の波がはっきりわかるとすれば、藩の納生の上にかなり役立つだろうと思うのですが、確かに。岡田昌平は大きく頷いた。 そうすれば、霊感風水による原因も分かって、工作法の工夫もあろうし、また公共に対する予備もできるだろう。だがそれは、独力では無理だ。ぜひ、勘定役所の仕事にしなければ。それから老人は、役所の者が皆、こういう点にまで注意するようになってほしいこと。それが、 政治を取る者の両親であるということなどを熱心に述べるのだった。6その話が済むと、語になった。岡田老人と三右衛門は、良い五滝で、しばしば招かれてゆくし、老人の方からも時々打ちに来る。格別珍しいことではないのだが、 その日は小松にささやかれたことがあるので、弥生はなんとなく落ち着かず、ともすると二人の話し声に耳を引きつけられた。五は日暮れに及んだ。夕げには小松が土産に持ってきた山鳥を裂いて出した。それからまた五が始まり、ち一郎を寝かせてから寒さしのぎにくずいを作っていった時も、二人はさも楽しそうに、 いの音をさせていた。小松は思い過ごしたのだ。お役がえというような話なら、こんなに長く碁など打っていらっしゃるはずはない。そう思うと弥生は、何やら裏切られたような寂しい気持ちになり、あんどんを引き寄せながらひっそりと縫い物を続けた。どのくらい経ってからであろう。石の音がやんで。 静かな話し声が続くのに気づき、ふとそちらへ注意すると、奉行所という老人の言葉が聞こえた。弥生は思わず針を置き、少し膝をにじらせながら耳を澄ました。たとえ桃木殿、秋沢殿が後ろ盾にならずとも、奉行所でそこもとほどの裁判を生かせば、 少なくとも現在のような恵まれないことはない。老人は平らに砕けた調子でそう言った。自分の預かっている役所について、こんなことを申す方はないだろうが、勘定所勤めでは先も知れているし、ことにそこもとの仕事は、規模ねばかり折れて報われることの少ない、全く縁の下の力持ちだ。 わしも役替えをする方がよいと思うがな。それも考えてはみたのですが、やっぱり私には今の役目が身に合っていると思いますので。だがそれで本当に満足していられるかな機会はまたというわけにはゆかぬものだ。後で悔やむようなことはないかなそこでプツリと話し声が途絶えた。 心寒とさえた宵いのしじまを縫って、ひさしを打つ雨の音がひっそりと聞こえる。ああ、降り出した。弥生がそう思ったとき、三右衛門の静かに口を切るのが聞こえてきた。役所の事務というものは、どこに限らずたやすく連達できるものではございません。勘定所のことにご情のお係は、 その年々の年具割りを決める重要な役目で、常々農民と親しく接し、その里、その村の実際の事情をよく知っていなければならぬ。これには年数と経験が絶対に必要です。単に法教を見分けるだけでも、私は八年かかりました。そして現在では、私を置いて他にこの役目を任すことのできるものはおりません。 それとも、誰か私に変わるべき人物がございましょうか正直に申して変わるべきものはない。今度の話がどうして始まったか、推をしてくれる人の気持ちがどこにあるか、私にはよくわかっています。三右衛門はこう続けた。その人たちには、 私が生えない役を務め、いつまでも貧困でいることが気の毒に見えるのです。なるほど人間は豊かに住み、暖かく生き、美味を食べて暮らす方がよい。確かにその方が貧乳であるより望ましいことです。なぜ望ましいかというと、貧しい生活をしているものは、とかく不きでさえあれば生きるかいがあるように思いやすい。 うまいものを食い、物見んをし、右れえ気ままに暮らすことが、そい粗食で休む暇なく働くより、意義があるように考えやすい。だから、貧しいよりは富んだ方が望ましいことは確かです。しかしそれでは、思うように出世をし、ふきと安穏が得られたら、それで何か意義があり、満足することができるでしょうか。 やよいは身震いをした。こめかみのあたりが白くなり、緊張のあまり顔つきがこわばった。ひさしを打つ雨の音は、やみもせず、高くもならなかったが、気温はぐんぐん冷えて、ひざや手足の指は凍えるように思えた。おそらくそれだけで、意義や満足を感じることはできないでしょう。人間の欲望には、 限度がありません。ふきと安穏が得られれば、さらに次のものが欲しくなるからです。夫の声は、低いうちにも力がこもってきた。大切なのは、身分の高下や貧富の差ではない。人間と生まれてきて、生きたことが、自分にとって無駄でなかった。世の中のためにも少しは役立ち、意義があった。 そう自覚して死ぬことができるかどうかが問題だと思います。人間はいつかは必ず死にます。いかなる県政も富も人間を死から救うことはできません。私にしても明日にも死ぬかもしれないのです。その時、奉行所へ変わったことに満足するでしょうか。百国に百国に出世し、断位奉職したことに、 満足して死ねるでしょうか。い,いな、私は感情所にとどまります。そして死ぬ時には少なくとも惜しまれる人間になるだけの仕事をしていきたいと思います。膝を固くし、神戸を垂れていた弥生は見えるほど体が震えるのを抑えることができなかった。感動というよりは残機に似た。 鋭い思考が胸につき上げ、それが彼女を二つに引き裂くかと思えた。生きがいとは何ぞや。長いこと頭を絞めていたその悩みが、今、三右衛門の言葉によって、一筋の光を与えられた。それは紛れもなく、暗夜の光とも例えたいものだった。貧しい生活をしていると、 吹きでさえあれば生きがいがあると思いやすい。夫は今、そう言った。自分が思いまどったのも、突き詰めれば妹たちの暮らしぶりを見、その非難を聞いて、自分の生活よりは意義があり、充実しているように考えたからだ。なんという浅はかな、無反省なことだったろう。縫い針りや炊事や、夫に仕え、 子を育てる半さな家事をするかしないかが問題ではない。肝心なのは、そのことの一つ一つが役立つものであったかどうかだ。女と生まれ、妻となるからは、その家にとり、夫や子たちにとって、かけがえのないほど大切なもの。病気をしたり死ぬことを恐れられ、この上もなく嘆かれ、悲しまれるもの。 それ以上の生きがいはないであろう。しかし、それでは自分は、この家にとって、果たしてかけがえのないものであるかどうか。どうしてもなくてはならぬものだろうか。弥生には、しっかりと思うだけの自信も勇気もなかった。そうだ。彼女は、静かに表をあげた。少なくとも、夫や子供にとって、 かけがえのないものにならなくては。そうつぶやくと、何かしら身内に力が湧いてくるようだった。弥生は立ち上がり、タンスの子引き出しの中から、聖堂の風鈴を取り出した。秋の頃、妹たちが外していったのを、どうしても釣り直す気になれなかったものである。あの時から気持ちが揺らぎ出したのだ。 そしてこの数十日、随分思いまどったことは無駄ではなかった。こうして、今こそ生きる道を確かめたのだから。そう思いながら、弥生は小窓を開けた。外はいつの間にか、粉雪になっていた。ま、とうとう。透過を受けて、ひひと舞い狂う雪の美しさに、 弥生は思わず声を上げながら手を伸ばして風鈴を釣ったあるかなきかの風に久しく聞かなかった低鎮魂の澄んだねが響き出すとそのねを縫って三右衛門のこう呼ぶ声が聞こえた弥生お帰りだぞ